ディティールとは意識、気持ちです。今回はリボンを使ってディティールとは何かっていうのを簡単に説明していきたいと思います。台形ですね。台形、いやですね、右半分ちょっとね書いていきたいと思います。やっぱり布なので少しこう丸みがあったり、やっぱりねライン線をねどんだけこう細かいとこまで気持ちを入れ込めるかなんですね。例えばちょっと丸くする、こっち直線ですね。柔らかくしたいんでちょっと丸くするとか、やっぱりちょっと S 字ね、ちょっとした布の揺らぎとかね、はい、まあもちろんシワを入れるかどうかとかいうのもちょっとこういうの入れるとかね、はい、まあそういったのもディティールとなります。で今回はねディティールっていうとすごい細かいとこまで書き込むとかね、密度を上げるとかそういう感覚の方もねいると思うんですが、そうではなくてディティールというのは詰まるところを細かいとこまで意識を持っていく、それがディティール、それが結果として書き込みだったり密度が増えたりすることもある。次ここね、今まっすぐ台形になってるけど少しここってね厚みがあると、まあ、立体的に書くとこういう状態、底面がある。なのでそうするとその底面を少しこう、はい、これですね、少しここを入れる、それだけでちょっと厚みがある表現になります。ここのライン、中心部分に絞りが入るので根元がキュッと絞って膨らんでいく、こうちょっと入れるとかね、まあ、こういったのはデザインだったり書き込みだったりそういうのにつながっていくと。で下はもう同じですね、はい、こういう角っこすごく大事、これができるかできないかでまた変わる。ここね、とがるでもないかといってただじゃあこうなんとなく丸くするかでもない、ちょっと尖らせつつかつ布の柔らかさも出したい、どうするかなんですけども、こういう感じです。もうちょっといくかな、わかりますかね、こうほんのり少しだけ丸くすると引きで見るとやや尖り気味、角があるように見えるけど実はちゃんと丸くなってる、これが本当に尖ってるとこういう状態ですよね。硬いかといって適当に丸くするとなんかそのリボンのねこう角が立ってる感じも出ない。なのでこういうちょっとした最後のまあ人追いというか、こういう丁寧なライン取り、こういうのもディティールです。うん、まあ縫い目とかもちょっと書いてみますかね。側面にこう縫い目があるとサクッとね。でこういうところもすごくポイントがございます。それはね、はい、ここね、人によってはかなりこうこんな感じで書く方もいると思います。はい、これ何がというとね、ここが切りっぱなしになってる、布柔らかいと。でこれって実際はねこう直線でピッて引いてるけど布がこう丸くなってる状態で織り込まれてるということなので、そういうラインを追っかけるときは最後にここちょっと丸く入れる、ここを切りっぱなしでポンとやるんじゃなくてちょっと丸くする、こういうのも出ている。そういう細部まで気持ち意識を入れ込めるかどうかという話になってきます。まあ、デッサンとかでもよく注意されるポイントですね、こういったところは。はい、そういうね線に対する一挙手一投足でちょっとずつちょっとずつ出来栄えが変わっていくということになるわけですね。縫い目みたいなのもこういうのはシンプルに書き込みなんですけど、なんか模様とかすごい装飾物つけるとかだけが書き込みディティールじゃなくて、こういったちょっとした気遣いですね、まあ、そういうのがあるだけでも絵は変わってきます。
なんとなく直線的にピピンって書いてるだけだけど、それをまあちょっとこう自然っていうか柔らかい流れにしてあげるとかも、はい、まあ大事ですね。はい、ということでですね、まあ、左がビフォー、右側がアフターということで、ちょっとした細部への気遣いですごくね、こう平面的だったり味気ない形のものが少しそれっぽくなったと思います。これがね、ディティールの考え方であり基本でございます。なんか自分の絵物足りないなと、ちゃんと描いてるはずなのに安っぽく見えるなというね、お悩みの方いらっしゃれば、おそらくそこはディティールの部分が足りてないことが多いので、少しね、このディティールの部分に気を配ってみてはいかがでしょうか。それではお疲れ様でした。